いやーもうこれ財務省官僚はよだれを垂らしながら私たちの養分がやってきたと思ってるでしょうね。つまり国会議員の人たちが利用されたんですよ。ええ、歳費削減とか言って。はい、皆さんこんにちは。ファミリクガイです。今日はですね、昨日の27日に、衆参両院の本会議がありました。そこでですね、安倍晋三内閣総理大臣がですね、まあ話したんですけども、こういうこと言ってるんですよね。当初検討した、減収世帯への30万円給付から政策転換した。まあ最初30万円あるよと言った。で、それで10万円、じゃなくて10万円、もう全国一律に10万円、全員にあげるよというふうに、そういった政策を転換した。なんで政策を転換したのか、ということが、この、まあ、共同通信で、書いてあるんですけども、まあ、書いてあるというよりも、その本会議で言ったことですね。で、安倍さんはこう言ったんですよね。この国難を乗り切るためには、国民との一体感が大切との考えのもと、決断した。と説明したとはず。と説明したと言ってます。最近、よく言われる言葉では、まあ、一体感が大切だとか、あと国会議員とかも、そういった議員の人たちも、普通、国民の痛みを、分かち合おうとか、そういうふうなことを、まあ、言ってる人、まあ、いますよね。でですね、まあ、国民の一体感が大切だから、まあ、30万円、5分の1から6分の1の世帯にしか与えられないものよりも、全員に10万円配った方がいいと。一体感がある。全員配るのが一体感がある。と考えた、そうです。で、まあ、その発言を受けてですね、ですね、これは、テレ朝ニュース発生のままヤフーニュースということになりますけども、ですね、来月から、国会議員の歳費が2割カットされます。給料がカットになるということが決まりました。で、このことをちょっと読んでいきますね。新型コロナウイルスの、感染拡大を受け、国会議員の給与にあたる歳費を来月から1年間2割削減する法案が27日の参議院本会議で全会一致で成立しましたと。いうことなんですけども、まあこれによって、まあ22億円が削減されることとなるんですけども、まずこれ、参議院本会議で全会一致なんですか、これ。自民党のある議員とか反対しそうですけどね、骨のある、まあ議員さんとか反対しそうなんですけども、全会一致なんですかね、これ。まあちょっとわかんないですね、これはちょっと聞いてみないとわかんないですけどもね。で、まあ、歳費2割削減ということになりました。おそらくこの理由も、国民が苦しんでる。だから、国会議員の人たちも痛みを分かち合おう。分かち合うためには、我々も、給料下げようと。みんな苦しんでるから、我々も給料下げようと。いうふうな趣旨でやったんだと思います。ですね、まず私の、私の意見、主張を述べさせてもらうと、ですね、私はこれ反対です。歳費を2割削減する必要がないですね。意味がないですね。こんなことしちゃって、あれですよ。国民の所得増えませんよ。こんなことして増えるわけがない。だから、もう本当、国民苦しんでます。私もそうですけども、苦しんでます。まあ、休職してしまった。失業してしまった。倒産してしまった。職を失ってしまった。学生もアルバイトを失ってしまった。それで、まあ、苦しんでる人がたくさんいると思います。なんでね、その苦しんでる日というのは、苦しんでる日というかな、その、どれぐらいの人がそう苦しんでるかっていうのは、おそらく東日本 大震災や、あとリーマンショックの日ではないと思います。ほぼほぼ全ての国民が、まあ、上は北海道、下は沖縄まで、そこは、ね、都道府県人、全域で、苦しんでる、苦しんでると思います。なんでね、そうなると、ほぼ全員が苦しんでるんだから、そこでもう一体感なんてあるんですよ。国民の中では普通に一体感ありますよ。今日だってスーパー行きましたけども、いやもうスーパーもあれですよ、もういろん、手袋して、作業やってる、社員の方とか、まあいましたからね、だんだんそういった貿易の意識が高まってる、ということになってきます。まあ話ちょっとそれましたけども、
それでですね、国民は、一体感を、まあ、持ってるんですよね。こう、まあ、貿易に対する、まあ、意識だとか、でですね、国会議員が、なんで、まあ、それで、国民の一体感を持たせる、あるいは、国民の痛みを分かち合うために、なんで歳費を削減するのかが全然理解できないんですよね。さらにこれは、決定的なのは、これは、歳費を、まあ、分かりやすくて、歳費を増やす。給料、国会議員とか、公務員の給料を上げるっていうのは、実はこれは財政出動です。財政支出です、これは。GDP 上がります。これは GDP アップします。で、これ歳費を下げるっていうのは、緊縮財政です。GDP 下げます。緊縮財政ですよ。どっかの組織が大喜びしそうな言葉ですよね。そうなんです。この歳費2割削減。いやーもうこれ財務省官僚はよだれを垂らしながら、私たちの養分がやってきたと思ってるでしょうね。つまり国会議員の人たちが利用されたんですよ。歳費削減とか言って。国民なんて一体感ありますよ、日本国民。そこまで馬鹿にする必要はない。本当に国民を馬鹿にしてるのは、その、同じレベルに給料を合わせるんじゃなくて、より、今よりもずっといいレベルの給料に上げなかったことです。上げないから国民をバカにしてるというふうに思ってしまうんです。国民は。なんでね、もうこれはもう、なんでこんなのが曲がり通ったかよくわかんないですけども、まあまず考えように、まあ考えると、やっぱりこれは緊縮財政で、あります。緊縮財政で、まあ財務省が喜ぶということですね。国民は全然喜びません。自分たちのとこ来ないんだから。GDP 下がるということは、給料下がる可能性ありますよね。実質賃金下がる可能性ありますよね。一番、そんな、分かち合わなくてもいいから、金くれなんですよ。同情するなら金をくれってことはありますよね。まさにそれなんですよ。まさにそれなんです、今の国民。で、同情するなら金をくれ。これもらえないじゃないですか、歳費削減したんだよ。これで GDP も下がる可能性ありますよ。そうなら実質賃金下がる可能性もあります、我々の。その分、公務員や、その国会議員の人たちの消費が減りますからね。そこら辺までちゃんと考えていったんですかね。考えていってるんですかね、これを賛成してる人たちは。国民としては、じゃあ国民どうすればいいか。国会議員どうすればいいか。国会議員は国民をバカにしてないよと。尊重してるよと。もう国民のために我々は生きるよ。我々は、まあ、働くよと。いうふうなこと。どういう政策で示せるか。あるんですよ。その政策。消費税廃止です。これ以外ないです。まあ、あと、まあ、国債発行ですね。国債発行に。国債どんどん発行する。たかだか22億ですから、削減する。国債なんて1兆円、1兆円単位でバンバン発行すればいいじゃないですか。まあ、今回も 25.7 兆円ですか、真水で。金のいいところでやればいいんですか。26兆円やればいいじゃないですか。それで国債発行すればいいじゃないですか。3000億円プラスですか。22億円なんて非じゃないですよ。3000億円なんて。いや、早いだけなかったですよ。国債発行して、それで、まあ、次々と、休業保障、あるいは粗利保障、当てればいいじゃないですか。何が国民を馬鹿にしてるかっていうのは、何を国民が馬鹿にしてるかっていうのは、歳費を下げないことじゃないです。公務員の給料を下げないっていうことじゃないです。消費税を減税しない、減税も、まあ、消費税を廃止しないということです。消費税を廃止しない。国債発行をしない。これが一番国民を馬鹿にしている政策です。国会議員の方、これ分かってるんですかね。まあ、私の意見としては、まあそうです。なんでね、まあ、愚策というか、なんもないな。食べ物で言うと、全くなんか味のない、まあ、味のないものを食べたような感じですよね。美味しくもなんともない。国民食ってるものとしては、全然嬉しくもなんともない。国民からしても、なんも面白くない。なんも、まあ、実利は得ない。まあ、政策です。まあ、今後もこういうことがあるんだったら、もう、天秤車に叩きます。徹底的に叩きます。まあ、確かにね、国会議員仕事してないから、あれなんじゃないかと。ダメなんじゃないかと。だからさ、削減した方がいいんじゃないかっていう、そういうふうな、
まあメンタルは分かります、そういう気持ちは分かりますけども、冷静に考えましょう。そんなことしても我々にビタ一文入ってきませんから。ええ、むしろ実質賃金を下げますよ。 GDP 下がって実質賃金下げる要因になります。我々にとって何一ついいこともないんですよ。ええ、自己満足じゃない。本当に生きたいんであれば、生き延びたいんであればお金を求めましょう。ええ、おかわりどんどんしましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。